どうも皆さんこんばんは、ちのこブラザーズのペペロンです。本日もマイクラフトやっていきましょう。ということで、今回はですね、ジュークボックスでレコードを自動再生&リピートできるような装置を作っていきたいと思います。かなり簡単に作れますので、皆さんぜひ最後まで見て作ってみてください。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで、今回使うものは、ジュークボックス、ホッパー2個、ドロッパー1個、レッドストーンの粉3個、観察者1個、そしてレバーが1個になります。今回作る装置は統合版限定になります。Java 版では使えません。早速作っていきましょう。まずはドロッパーを上向きに設置します。そしてこのドロッパーに向かってホッパーを設置。このホッパーの上にジュークボックスを設置。ジュークボックスに向かってホッパーを設置。こんな感じですね。そして観察者をここのホッパーに向かって設置します。レッドストーンの粉をドロッパーに接続。かけたいディスクを入れます。これでかかりますね。じゃあしばらく曲が終わるまで待ちましょう。はい、曲が終わりそうですね。終わったかな。これでまたリピートになりますね。他の曲を入れたい場合はこのドロッパーにこんな感じでね、他のかけたいディスクを入れれば、次はこの曲が流れます。で、またちょっと次の曲が流れるまで待ちましょう。はい、ということで曲が終わりそうですね。これで次の曲が流れましたね。こんな感じでレバーをつけて下げてあげることで、こんな感じで曲が終わると止まります。このホッパーには、ここにディスクが止まってます。今再生されたディスクはここに入ってます。ポイッと。こんな感じでね、ゲットができます。というわけで、ちょっとしたバーみたいなところに、ジュークボックスを組み込んでみました。というわけで、今回はレコードの自動再生&リピートができる装置のご紹介でした。いかがだったでしょうか？かなり簡単に作れますので、皆さんぜひ作ってみてください。この他にもいろいろ動画上げてますので、よければご覧ください。ぜひね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。好きなコブラザーズのペペロンでした。バイバーイ。